見えてきました。ベントゥーゴーさん、早速行ってみたいと思います。アイスコーヒーください。アイスコーヒーで、はい。モニ君。怖い。自己紹介お願いします。ちょっと怖くて。今回モニ君に教えるのはラップです。韻の踏み方さ。いえいえ。おお、すごい。めちゃめちゃうまい。サンズデリ。サンズデリです。サンズデリ。来てくれてます。おはようございます。モニホースです。今、日本橋に来てます。ここは人形町通りですね。日本橋ではないですよ、日本橋。日本橋は大阪で、今なう東京で日本橋。で、今日は修行編第4弾。早速、お店に行ってみましょう。Let's go! 綺麗な街ですね。すっごいビルがいっぱい。会社がいっぱい。ってことはサラリーマンも多いな。あ、あれかな、そろそろ見えてきました。ウェントゥーゴーさん、あれだ、絶対あれだ。こちらになります。ウェントゥーゴーさん、早速行ってみたいと思います。あとちょっと朝釣り行ってちょっと眠いしコーヒー頼みます。アイス、こんにちは。こんにちは。アイスコーヒーください。アイスコーヒーで、はい。お待たせいたしました、アイスコーヒーです。じゃんけん早い。いただきます。はい、どうぞ。美味しいです。美味しい、ありがとうございます。めちゃくちゃ早くて驚いて、速さ重視してますね。モニ君、いろいろ怖い。ようこそ。お店の方ですか？そうです。自己紹介お願いします。ちょっと怖くて。ディオです。ディオさん。はい、バイクがディオで、ディオさん。ディオです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。うわ、めっちゃうまそうですね。全部 TLC とかもろい。これはあの TLC オマージュです。あの TLC ですね。あの TLC オマージュ。これ SML も面白いですね。洋服のサイズみたいな。シュリンプマッシュルームレタス。ナイスネーミングセンスです、ね、ありがとうございます。うわ、悩みます。ツナメルト行ってみたいと思います。行ってみますか。すいません。はい、ツナメルトお願いします。お願いします。いや、いいですね。いい感じです。この下町の中にこのアメリカンな雰囲気がドーンって出てくるの。なんか本当にうちはテイクアウトがメインで、はい、だから When to go なんですね。そうですね。なるほどです。お持ち帰りの to go と、ここもともと2号店だったんです。なるほどです。はい、その to go と2号をかけて。コーヒーもマジで早かったですもん。ありがとうございます。そのやっぱオフィス街だからってことですか？そうですね、やっぱり皆さん朝時間がない時に、はいはいはい、サクッと食べれるものが、すぐ食べれてすぐ飲めるみたいなの。うちはコンビニよりも早い。都内最速コーヒー発祥なんです。最速すぎた、はい、これクロワッサンとかって、これもクロワッサンは工場で作ってもらって、工場で作ってるんですね。持ってきて、でクロワッサンのサンドイッチも作ったりとか。気になります。はい、はい、いただきます。いただいちゃいます。しかも一回温めるんですね。このまま出すわけじゃないですね。専用のトースターで焼いて。いただきます。クイックで。うん、ジャンキー、うまい、最高っす。どうす、このツナとチーズ、なんかその本場のやつだとツナとチーズ、まああと玉ねぎだったりとかするんですけど、うちはなんかそのトマトとクレソンを入れて、なんかオリジナルのスタイルにしてる。いいですね、ちゃんと野菜もしっかり入ってて、はい、健康的です。朝に持ってこいの、はい、うーん、チーズメルト、うまい。これは嬉しいですね、朝熱々の食べれたら仕事頑張れる気します。しますよ、マジでうまいです。ありがとうございます。中へ行ってみますか。お邪魔させてもらってもいいですか？どうぞどうぞ。レッツゴー。中もめちゃくちゃいい感じですね。ここもいいですね、やっぱ飲食店の。アイス、ちゃんとここにアイスコーヒーとサンドもあります。いいですね、中もこうやって充電とかあって普通にくつろげる、ね、電車のベンチをイメージしてる。いいですね、確かに電車のベンチみたい。これいいですね、このサンドイッチ When to go のステッカー。ステッカーをめちゃくちゃありますね。ここにもあります。こういうティムコフィーキャラクターですか？それはメキシコのティムコミックスっていう
アーティストが書いたやつ、書いてくれたやつですね。熱いっすね。ラージさんともコラボしてます。あー、わかりました。あの人だ。お、いっぱい詰まってます。一応日本一ステッカーを作ってるサンドイッチ屋を目指してます。いいっすね、そのコンセプト。マジで店の中もいいっすね。ここでも食べれることを、ここでも注文してもらって、ここでも食べられる感じですね。いいですね、このステンレス感が。なんか気になるのあるっすか？あれ、俺の少年時代の。行ってみますか。ここでフライドチキンとハンバーガー何個食べたか。ジョリビン、フィリピンの国民的ファーストフード。ここではフライドチキンとハンバーガーとスパゲッティがあります。これと、あ、これ、しゃべるケースか、まさか。開けてもらっていいですか。ん？どういうこと？かわいいバッグだったの。熱っ。怖いすぎる。これやばいっすね。これ見たことない。これ超レア。これも見たことない。さっきはコーヒーとかいただいちゃったので、ココア良さそうですね。OK です。じゃあココア準備します。ホームメイドココアなんですね。はい、気になります。と、甘い系のサンドとかだったら何があるんですか？甘い系のサンドだと、あんこバターサンドがあります。それもお願いします。OK でーす。3時のおやつとか買いに来る人とか結構います。なんかうちは早い時間からのと、このおやつタイムが、はい、結構いい感じで、はい。なんか夜間とその日中で人口が12倍ぐらい違うエリアで、基本的にはその朝で、夜はすごい静かな街になっちゃうんですよ。なので僕らはだいたい夕方までここら辺で仕事をしている人たちとか住んでる人たちをサポート、そのサポートするっていう感じで、まあ、ビジネスをさせてもらってます。じゃあまず先、早っ。ココアもう早いかよ。アイスココアです。いただきます。最高っす。本当ですか？よかった。めちゃくちゃうまい。すごく人気があるココアで、このココアの7割ぐらいがバニラアイスで構成されてます。だからまろやかなんです、ね、そうなんですよ。かなりパンチのある、めちゃくちゃまろやかです。出来上がったみたいです。おお、どうぞ。すげえ。あんがめちゃくちゃたっぷり。あんことクリームチーズとバターのサンドイッチ。熱々でございます。重たいですね。めちゃくちゃ重いっす。甘い。甘いの好きですか？甘いの好きです、私は。クリームチーズうまし。このクリームチーズがいるおかげで、はい、うん、あんこの甘すぎるあれが和らぎますね。和らぐ。今回は、はい、今日はですね、どんな料理を教えていただけるんでしょうか？もう本当に僕らはすごい、基本的にすごい簡単な感じで、速度を重視した、まあ、フードビジネスなので、全ての料理人の方々にちょっとリスペクトという意味で、まあ、今回は修行というよりも僕らが、今回モニ君に教えるのはラップです。韻の踏み方ですか？いえいえ。サンドイッチのラップの仕方を今日はレクチャーさせていただければなと思います。ここにマイクがあるから、はい、あとエンジニア今探したところ。ラップするんかな。はい、今日はラップスキルを、そっちのラップスキルを、はい、しかも今日はちょっと特別な講師も呼んでるんで、お、はい、だそうです。一緒にラップしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、ハウトゥーラップお願いします。では、ハウトゥーラップいってみます。X ライフ8秒76です。おし、ラッピングのレクチャーお願いします。はい、お願いします。ほかじいちゃんです。あ、ほかじいです。よろしくお願いします。お願いします。まずラップを引きます。はい、ちゃんとピンって伸ばした方がいい。そう、やりやすいです、そっちの方が。で、置きます。こうしてこう押さえながら、はい、ここもピッてして、ここをちゃんと伸ばして、こっちも伸ばして伸ばして、こう伸ばして、はい、
空気を抜きながら抜いて最後こうすれば、はい、パンパン パンパン、こんな感じです。はい、素晴らしいです。ありがとうございます。やってみます、やってみましょう、はい、やってみます。お願いします。まずはおいきい回して、すごい全然あかん、伸ばして、いや、でも上的です、すごい、こんな感じです。でも最初の割にはすごいきついですか、はい、何点ですか、ちゃんとやり方は合ってたので、あ、何点か、はい、じゃあ50点ありがとうございます。ここがむずいんだよな。33秒、採点90点でおすごい。ではオリジナルサンドをちょっと作ってみたいと思いますので、この中からじゃあちょっといろいろ選んで挟んでいきたいと思います。お願いします。まずマヨネーズにして、コツは例えばチキンとか作るんだったら、はい、最初チキンの方を乗せて、うんうんうん、まあ、その後トマトとかルッコラクレソンとか乗せたり、まずメイン乗っけて、そうですね、野菜、これ全部、あ、全部全部いっちゃいますか綺麗に多分そう均等に広がるように、ちょっと中央寄りの方がいいです。なるほど、はい、山になってる、あ、そうです、トマト、美味しそう。とサラダにしようかな。サラダ。サラダにします。はい。こんぐらいで取れます。このぐらいですかね。大丈夫です。はい。でソース。ソース。かけた方がいいのかな。ホットソース。はい。この上から。サラダどかしましょう。一回どかしましょう。一回ね。一回どかして人参の上にかけましょう。これで、はい、で、はい、こうさ、そうです、押さえて、切る感じですね、うん、具材が出ないように、あ、そうですか、ごめんなさい、すみません、うまい、これで、おお、すごい、スパイシーチキンとトマトと人参とサラダとホットソース、モニホサンド、モニホサンド、お願いします。完成です。すごい、めっちゃ綺麗、美味しそう。こんな感じ、これは100点ではモニホサンド焼いていきたいと思います。少々待ちを、1分20秒、ジュージューいってる、ジュージューいってる、肉汁が落ちる音してる、20秒、2、1、完成です。焼けました、熱々でございます、ホッツ、めちゃくちゃうまそうなんです。いただきます。めちゃめちゃうまい、めちゃくちゃスパイス効いてます。それではモニホサンドができましたので
よく来る常連さんに食べさせてもらう。サンズデリー、サンズデリー来てくれてます。はじめまして、ありがとうございます。従業員のケイナイスがからよく名前聞いて、はい、お世話になります。家が近くてよくウェントには来るんです。おお、もうすぐそこだ家が。そうです、僕は浅草に住んでて、うんうんうん、日本橋、ね、銀座は近い。あとまあ2人でなんかここをたまに DJ イベントとかもやってて、うん、それで遊びに来たのが始まりで、ずっとお世話になってます。これまずサメちゃんで食べてください。ありがとうございます。僕が作ったスペシャル。やばい。どうぞ。もらいます。モニホさんスペシャル。いただきます。モニホサンド。モニホサンド。いただきます。食いっぷりがいいね。食いっぷり最高。やばい。やばい。やっぱチキンなんですね。チキンやった。チキン最高。最高。スパイシー。どうですか、何点ですか、メニュー。120点です。おー、ありがとうございます。いや、デオさん、今日はいろいろ教えていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございました。日本橋へようこそ。ありがとうございました。ありがとうございます。で、最後にちょっと僕がこの店に来た証拠として鬼飯のいつものやつですね。はい、貼りたいと思うんですけど。もちろん。いいんすか。もちろんです。モニ飯。じゃあ次回は、はい、今日学んだことを生かして、はい、サンドイッチパーティーをしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。じゃあ次回のモニ飯も必ず見てくれよな。X-Life。 X-Life。 X-Life。 X-Life。